で作るワクワクする阪南市をテーマに阪南 SDGs 万博を開催いたします。まちづくり戦略アドバイザー大阪・関西万博プロデューサーであります宮田博明さんから阪南市の子どもたちに向けたメッセージをご紹介いたします。これからの時代ですね、2023年生成 AI というのが出てきて、皆さんの学びも変わってきます。もちろん基礎体力としてのですね、知識をつけるということもすごく大事なんですが、ただ問いを立てるということがますます重要になってくるんですよね。で、問いを立てる力を磨くためには何をすればいいかというと、問いを立てることですね。ふるさと大使の田村健二さんです。今日はですね、2025年大阪・関西万博に向けてですね、阪南市最大級のイベント阪南 SDGs 万博が開催されると聞いております。オリックスバファローズの福田周平さんです。いつも応援ありがとうございます。地元阪南市の皆様からの温かい応援はとても励みになります。オリックスバファローズの中川圭太さんです。阪南市の皆さんの熱い応援のおかげでチームはリーグ3連覇することができました。2025年大阪関西万博に向けて阪南市から盛り上げていきましょう。大阪関西万博会場デザインディレクターの忽那博樹さんにご講演を賜ります。阪南市出身でございまして、このコンパクトな街で、そういう、ずっと、言うと風景と付き合ってきた小学生、中学校という感じです。で、先生の時計ということで、上の空間に、草原のような空間を作るというようなことを考えています。これ今もう立ち上がってきてます。今ものすごい迫力でかっこいいですね。こういった西日を意識するというようなことで、それと大草原みたいなやつを作っていく。で、周りの風景をどうするんですかというときに、僕はやっぱ島国日本の豊かさを表現しましょう、言うと海に見立てた会場というような形にしていこうと。で、そこでいろんな催し物とか交流とか出会いとか、瞑想して命のことについて考える場所を作っていく。自分のライフスタイルを変えていける場所、それを皆さんと共有するというのは街づくりの一番のベースだと思いますので。関西空港、その建設の生い立ちから、環境には力を入れてきているんですけども、関西空港大阪湾に埋め立てて作ったということで、やっぱり大阪湾を共有する皆さんとですね、やっぱり一緒になって、取り組んでいきたいというやっぱ気持ちがありまして、陸をこうつなぐっていったところに、その技術がやっぱり人に使ってもらわないと役に立たないので、その技術だけでは大学で研究実験してるだけでは世の中に出ないなというのを気づきまして、学生と一緒に地域に出ることで、技術を生み出すだけじゃないこともやってみようっていうところがやっぱモチベーションになってですね、阪南の海の素晴らしさっていうのなんとかできるだけこのことを多くの人に伝えていきたい。地に何か伝えていくときっていうのはその情熱を持ったりだとか、きちっと情報を出していく、これはどの分野もそうなのかなと。大阪南市にお住まいの方たちっていうのは少なくともすぐ目の前に、その情報の発信源である海、海のことに関してですね、発信源である海がありますので、やはりそこで直接情報を仕入れるっていうのも一つやり方としてあるのかな。 SDGs ヒーローズのきらめきヒーローです。ヒーローは SDGs を合言葉に今 VTuber 活動をしてる16歳のヒーローだよ。